はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、ワーグナーのチーク・キント・ボッカ、今日の3回目で最後の解説動画となりました。259小節目から残り全部を解説していきます。259小節目から4分の4拍子になります。で、最初15小節間休みがありまして、ベースは274小節目から入ります。最初のゲーのボーイングですが、デフォルテなのでダウンで入りたいのであれば、次の小節がアップで入って、で1回分介入していただきたいと思います。で、2小節単位で277小節目からダウンで、ピアニッシモで終わっていただきたいと思います。で、このダウンの入りがどうしても好きになれないのであれば、あえてアップから入って、でピアノからのこの伸ばしがダウンで入ります。で、この場合はこの4小節間を一指で弾いていただきたいと思います。続いて283小節目、このボーイングですが、最初ピアニッシモからのスタートになりますので、あえてアップから入って、このタイの後半で1回ダウンで回転をして、このように最後のキスはアップで弾くようにしてください。で、転調しましたこの A の6小節間のタイの伸ばしは、もう少し音量が欲しいのであれば1小節単位で回転、テンポが比較的速い設定で音量がそれほど必要でないのであれば、最初ダウンから入って3回回転していただいても十分です。で、アーはダウン、最後のアーはアップで弾く形になります。295小節目のボーイングは2つのパターンを説明します。まず1つは最初ダウンで入って、で今弾きましたように、最後の3ネップのフィスとエフ、これをアップアップとする方法があります。もう一度ゆっくり言いますと、まず1つ目はこのような形で、2つ目はアップから入って順当に弓順で弾く方法、このどちらかを選択していただきたいと思います。296小節目から先を演奏します。で、ポジションは上のアーを今 D 線で押さえてますが、 A 線で弾いていただいても構いません。一度ダウンで弾き直しを行うようにしてください。その先はしばらく休みの部分が多くなっていまして、ピッチカードを中心に展開していきます。ポジションですが、強いてあげるのであれば、例えば335小節目と336小節目のリスとピスのこのピッチカード、今押さえていますように、自信がある方はこの第2第3の中間ポジションを使ってまとめて取るようにしてください。その先のボーイングですが、最初のチスはアップからスタートして、下のハーをそのままアップ1という。で、次の小節の2本4本のハーをダウンアップとして、フォルテになったハーを、ここは途中で一回介入していただきたいと思います。で、ヒスはここまで1指。で、最後はアップで終わる形になります。で、ポジションですが、先ほど弾きましたように、ヒスを1でスタートした後はポジションは変えません。チスを2、最後のアーは D 線に移って4で取っていただきたいと思います。344小節目も同様にダウンから入って、フォルテの全音符のアーは1回分回復して、でヒスになったところはディミネンドがありますので1指でダウンで終わるようにしてください。358小節目以降は全音符のタイの伸ばしを中心に展開していきます。で、ここのボーイングですが、まずテンポ設定によって大きくは変わってきますが、基本的には2小節単位で介入をしていただければ十分だと思います。タイの伸ばしが一旦途切れるところが371小節目になりますが、その前がダウンで終わりますので、下がった F がアップ、で、ここは途中で介入せずに1指で373小節目の入りがダウンで終わります。いただきたいと思います。393小節目から最後まではひたすら A のタイの伸ばしが続いていきます。で、ここのボーイングも基本的には2小節単位で介入をしていただいて構いませんが、死者のテンポ設定、特にフェルマータそれ以前のテンポがかなりゆっくりになる場合も想定されますので、その場合は最初ダウンで入ってもアップで入っても構いません。で、フェルマータ最後の小節がダウンで終われるようにうまく長時期を合わせていただきたいと思います。
はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、全体を通じて通すと20分以上かかる非常に長い曲なんですけれども、技術的に難しい部分が少ない分、まあ、テンポがどのように変化していくかというのがポイントになってきますので、まあ、実践練習でテンポをうまく捉えていただきたいと思います。まだ全編ご覧になってない方はまた再生リストから順次ご覧いただけたらと思います。ワーグナーのジークフリート牧歌の解説をこれで終了いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。